はい、いつもご視聴ありがとうございます。車の話題でございます。本日もですね、前回に続きね、ちょこっとだけね、この間の厚生年金、の話をね少ししてみたいと思います。まあ、いわゆるですね、まあ、こういう封筒ね、こういう緑の封筒を厚生年金機構さんからね、いただいている方が対象と思われます。で、おさらいにはなりますけどもね、私1960年生まれでですね、つい先月64歳になりました。通常はですね、まあ、65歳からなんですけれども、私がね生まれた年1960年まではですね、ちょっと1年間だけ早くね、この特別老齢年金っていうんですか、いうのが支給いただけるということのねお話をさせていただきました。で、前回ちょっと簡単にね、どんなものが必要なのかとかね、どういう説明を受けられるかっていうことを説明させていただいたんですけども、今回はねもうちょこっと詳しくね、説明させていただきたいと思ってます。でですね、まずですね、私が街角厚生年金センターさんでね、言われたのが2点ですね。私もう厚生年金受給申し込みすることを決めてるんですけれども、まあ改めて予約を取るんですけれども、その際にね、必要な2つの書類をねそれまでに用意してくださいよと言われております。それのね1つ目がですね、戸籍謄本になるんですね。この戸籍謄本というのが必要になるということですね。戸籍謄本というのはね、自分のね、要するに本籍地をこう示しているものが必要になるんですよね。私東京都内に本籍地がありまして、今現住所は千葉県内なんですが、まあ、ついこの間まではね、そういう本籍地に関する書類取りに行くにはね、その東京都まで行ってもらってこなきゃいけなかったんですけども、今はね各自治体からのオンラインが総合的にねつながり合ってですね、そういった書類もね、即日にね、それもしかもこの厚生年金のこの受領申請に関しましては無料ですね、無料でいただけるということなので、先日相談行きました。その日中に、市役所に行って、取ってまいりました。本当にね待つこと5分でね、戸籍謄本が本籍地のものがね入手できました。で、次にもう1点、これはね、それぞれ違うと思うんですけれども、雇用保険の保険証というものですね。通常大体はね、今勤めている会社の方で保管をしているはずなのでということでね、まあ、私の場合はそういうことを聞いたので会社の人事部にね尋ねましたら、このようなね、雇用保険のコピーをいただきました。で、街角厚生年金センターさんからもね、もう全くコピーでいいですよっていうことだったので、こちらの雇用保険証書ね、保険証をねコピーして提出する予定でございます。ま、それでですね、ちょっとモザイク入っちゃってますけどもね、まあ、これ個人情報がベタベタ入っちゃってますので、まあ、お見せできるところ、まあ、本当にね 10% も皆さんにお見せできてないと思うんですけれども、まあ、このようなねものが必要だということを言われてまいりました。それで、この雇用保険証書についてはね、まあ、街角年金センターさんを訪れた翌日にですね会社の人事部と話をしてですね、またそれもねその日中にコピーを入手することができました。もう非常にね簡単です。もう人事にね連絡をして、雇用保険証書のねコピーくださいよって言えばね、もうそれで済んじゃいます。で、次にですねご説明するのが、こちらにですね老齢年金ガイドっていうですねこう冊子があるんですよ。これね非常に分かりやすくね、年金のことについて、例えば受給のタイミングとかね、まあ、どういうタイミングでどんな種類の年金がもらえるのかっていうのをね、これを見ると結構分かったりします。で、この間街角厚生年金センターに行った時にもね、このガイドを見ながら説明を受けました。それでですね、まあ年金ダイヤルっていうのがね、このようにちょっと無料ではないんですけども、このような形でね、ありますので、もしね今皆さんが年金のことでちょっと不安とかね疑問がいっぱいあるなっていう時にはね、見えますかね、この番号の方にかけてみるといろんなことを教えてくれます。
ただね、あの町角年金センターさんに行って直接話聞きたい場合はですね、事前予約が必要となるのでね、確か事前予約は予約受付窓口専用という電話番号、この下の方のこの電話番号が予約受付専用窓口ですのでね、こちらの方に電話をして予約を取ってからセンターさんの方に訪れてみてください。でまとめますとですね、私が今回ですね、特別支給老齢年金支給厚生年金ちょっとすいません、下噛んじゃいました。それをね、もらいに、受給の申請をするためにね、必要な書類について、今日は詳しく説明しました。一つ目がですね、戸籍謄本、本籍地の載った戸籍謄本。二つ目がですね、これほぼね、あなたがおすすめのですね、会社 に保管されているはずであろう雇用保険証のコピー、それをね、準備した上で改めて、予約受付の窓口に電話をしてですね、予約をする運びになっております。これね、私の奥さんも全く同様なことを言われましたのでね、もうすでに奥さんも必要な書類を準備しておりますので、もう予約取り次第行こうかなと思っております。それにね、最後ですね、いろんなことをね、問い合わせる場合にはこの老齢年金ガイドっていうのをね、冊子、これオンラインでもね確か見れるはずですし、あとはね、疑問があればね、この今ね出てる電話番号どっかにもねこう貼り付けときますよね。こういったね電話番号に電話をして、もしなんか該当しそうだなということでね、ちょっと不安に思われる方がいたらですね、もうねどんどん電話して聞いた方がいいと思います。で必要であればね、やっぱり町角年金センターさんのようにね、非常に親切に分かりやすく説明していただける機関もございますからね、ぜひともねそういったところをね利用しまして、せっかくもらえるものがあるわけですからね、これをもらわない手はないわけですよね。ですからね、そういったところはね、もう本当に臆せずね、どん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 ね、もう前向きに積極的に言っていただければと思います。本日はですね、年金についての第2弾ですね、具体的なね、受給申請に必要な書類の説明と、年金に関する連絡先のね、ご紹介っていうのをさせていただきました。もうね、本当に日本は高齢化社会に向かっちゃってますけどもね、まだね、いろんな年金についてはね、もう本当に分かんないことがいっぱいあったんですけども、今回ね、私これを機にいろんなことで年金のねことが分かりましたし、必要な、ね、受給に関しても、まさかこんなのもうこの64歳からもらえるんだとかね、いろんな、ね、ことを知りました。知ることがね、非常にこれはね得することにつながりますのでね、皆さんもそういった疑問があればね、どん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 ね、厚生年金機構さんとかね、町角厚生年金センターさんの方にね連絡を取ってね、皆様の疑問なんかをね晴らす努力をしていただければと思います。はい、本日のね動画がねちょっとでも役立ったなと思ったらグッドボタン、次のね動画、年金についてもお話ししますし、車についてもお話しします。旅行、温泉、いろいろやってますのでね、そういった配信がね、新しいものがアップロードされましたらね、通知がいきますので、そのためにチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。はい、それではね、また次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではバイバイ。